はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのは、新三国無双 VS 光栄テクモゲームスが2012年4月26日に発売したタイトルで、定価は税抜き5800円。パッケージ表面を見るとね、こう立体を意識してるのかなーっていう気がするんだけど、でキャラクターがね、なんかこうなんだろう、一つ真ん中に光があって、そこになんか手を差し伸べてるのか、なんか攻撃してるのかよくわかんないけど、なんかそこに向かってるね、なんかこう向かってる姿がもしかしたら立体視なのかな、立体視っぽくしてるのかなっていう気がするんだけど、その前にね、三国無双部 VS っていうロゴが、このあまりに平面的なね、なんかプレート的なねものがポンとあるために、こう、まあその光は何なんだろうってちょっと思ってしまうような、そういうパッケージのメインビジュアルになってます。はい、このねロゴの後ろには何があるのでしょうか。まあゲームやってもわかんないだろうけどね。はい、ということで、右下にはね、光栄のロゴと、パブリッシュバイ光栄テクモゲームスってテキストがあって、左側にはセロ B 12歳以上対象っていうアイコンがあります。で、側面を見ると、アイコンはね、この新三国無双 VS のね、プレートっぽいこのロゴがまんま入ってますね。で、新三国無双 VS っていう風にネーミングですけど、漢字でね、新三国無双まではね、縦書きなんですけど、VS だけ横になって、なぜかこう、倒れてる VS。これなんか、この VS でダメだったのかな？新三国無双 VS でダメ、VS でダメだったのかな？まあ、ルビの入れ方が、だってルビ、VS をこう倒してるのに、バーサスは縦のまま入ってる。こういうもんなんですかね。これ、他の人がね、こうテキストなかなかこう入れるにも、ここを多分隠して、これ、どう書かれてたでしょうって言ったら、結構わかる人少ないんじゃないかな。まあいいや。で、光栄テクモね、KT っていうロゴがあり、セロは12歳以上対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、マルチプレイ一騎当選。今度の無双はプレイヤー同士の真剣勝負。ということでね、無双シリーズっていうと、やっぱりこう、一人でワイワイっていうのかな。一人でコンピューターの中のわらわらする敵を倒していくみたいなイメージがあるんだけども、で、実際、3DS のローンチでね、戦国無双クロニクルが出て、あれは割と、どっちかっていうと、ナンバリングの戦国無双に近いんだけど、プレイヤーのキャラクター作った上で他のキャラちょっと絡んでいくっていう感じで、ちょっとナンバリングからちょっとだけ外れてるけど、システム的にもちょっと似たところもあるし、まあ独自のこともある。まあそういう作りだったんですけども、三国無双はガラッと変えて、ちょっとまた対戦プレイみたいなところをメインに添えたようなゲームになっていることがわかります。で、4人まで楽しめる多彩なマルチプレイ。シンプルながら奥深い拠点争いで激突。で、簡単爽快直感操作の新アクション無双ラッシュ。で、いつの間に通信で、いつの間に通信やすれ違い通信でのコンテンツ入手が可能。任天堂 3DS の充実した通信機能で広がる新三国無双の新たな楽しみ。さらにここは、1人で、2人で、4人で、対戦で勝ちまくれ。シングルプレイも楽しい、充実のストーリーモード。性別や容姿がエディットできるマイ武将を主人公として数々の戦闘ステージに挑むストーリーモード。長文や、大元地かなといった、無双武将たちと共に新たなシナリオで描かれた三国志の戦いを勝ち抜けということで、まあ、正直オリジナルの武将を作ってね、で、こう、三国志の中からこうね、武将を引っこ抜いてきて陣取りしてる時点でもうストーリーも何も、三国志じゃないような気もするんですけど、はい。まあ、まあ、ただこう、マルチプレイをね、メインとしてるけど、シングルプレイも遊べるよっていうね、まあ、個人的にはシングルプレイしかやらない派だから、ありがたいんですけどね、はい。で、ジャンルはタクティカルアクション。プレイ人数は1人用。セーブデータ数は1。3D 映像の表示はありとなっていて、通信関係はローカルプレイ対応が対戦協力プレイ2から4人。ダウンロードプレイ対応が対戦協力プレイ2から4人。インターネット対応が対戦協力プレイ2から4人。
すれ違い通信対応はプロフィールを交換し、疑似対戦武将の、獲得などとなっています。さらにいつの間に通信対応で、タイトルからのお知らせ、追加コンテンツの配信で、さらにね、通信じゃないけど、拡張スライドパッドにも対応しています。で、コードが CTRP-AS5JJPN と、TSA-CTR-AS5JJPN の2つのコードですね。で、パッケージを開けると、中には、取扱説明書、ゲームカード、クラブ任天堂のポイントカード、無双モバイルの、特典のゲットのチラシかな。と、初回限定特典で、柔道男子&女子バレーボールコスチュームのダウンロードシリアルコードが、入っていて、パッケージの中面は特に印刷はありません。で、取扱説明書の表紙はパッケージのメインビジュアルとしようかな。で、MAACTRAS5JJPN のコードが振られています。で、取扱説明書を開くと、対戦バトルで仲間と競い合えってデカデカとなって、これはパッケージ裏面に書いてくれよという、こう、デザインかな。で、最大4人で対戦、全国のプレイヤーたちと対戦せよ。3人1組のチーム戦、キャラを切り替えてチームを有利に。拠点、特殊拠点、拠点を制圧し優位に立て。で、無双ラッシュ、必殺技を決めて一発逆転。多彩な攻撃、敵のガードを崩し、コンボを叩き込め。って感じでね、まあ、それぞれページ数書いてるんで、実は目次の中でも、特に、重要なポイントのページをこう切り抜いてる感じなのかな。はい。で、激突無双武将ということでね、マイ武将とチーム。己の分身であるマイ武将を作り、無双武将たちとチームを組んで数々の合戦に挑もう。あ、書いてあったね。挑もう。まあ、で、マイ武将を作るでしょ。で、その他は、ここのね、ページにそれぞれに、とりあえずここに義ってことで、加工園、加工トン、曹操、曹飛、人気っていうのかなと、書く。まあ、こういうの見てるとね、光栄さん、光栄テクモさんがね、三国志の各地域のね、武将を誰を重視してるかわかるんですね。で、五、周遊、陸遜、孫権、孫策。これなかなか厳しいですよね、5はね。だいたい孫権2人入れた時点で、ていうか孫権、子供の方の孫権はメインなんだけど、お父さんの孫権の時代にはまだ5ないんだけどねっていう話なんですけど、はい。で、職。関羽、張飛、張雲、諸葛亮、劉備、脅威。これ逆にあれですよね。5個章入りきらないみたいな問題がありますよね。はい。で、秦、芝居、芝氏、当該、芝生、紹介、大元気。これはっきり言ってしまうと、秦っていうのは、まず、義を乗っ取ったっていうかね、クーデターでもなのかな、一応あれは。まあ、義を乗っ、が真になって、それから食飲み込んで最後語を飲み込むのかな。ちょっと順番よく覚えてないんですけど、まあ要はもうこの時代、真になった時点でもう三国志崩壊なんで、ちょっと時代が新しいんで年齢的にこう噛み合わないところがまあありますよね。あとその真ができた時代にこの芝居何歳だよみたいなね問題もありますよね。はい。で、他、呂布、朝鮮、毛角、董卓、袁紹、張角。ということでね、まあ、このあたりは本当、まあ、前半ですよね。三国志でも前半のキャラクターが多いですよね。で、ゲームを始める。まあ、まあ、モードのね、選択画面とかいろいろありますね。で、
まあ、あんまりこう、ざっくりめでいいのかな。あれ、操作説明は、じゃねえや、その前にあれか。武勲レベル、武勲交換状とか、オプション。で、画面と操作。これ画面と操作ってあって、こう、まあ、上画面と下画面の紹介があって、下画面がタッチスクリーンなので、まあ、そこの何があるかっていうのを、まあ、先に説明した上で、次が戦闘の基本操作が2ページでガツンと紹介されていて、右下にはね、マルチタップじゃないや、なんだっけ、スライド、拡張スライドパッドか。拡張スライドパッドがあって、で、さらに、攻撃とガード、連続攻撃の例って感じで、こう、絵が入ってくるのね。で、無双乱舞、ロックオン、無双スキル、チームスキル。で、無双ラッシュ。から、戦闘の基本ルール。結構、ビジュアルを結構意識してるような取説で、ね、こういうページだけね、意識してますね。で、情報メニュー。戦闘中のアイテム、お助けミーアイテム。ピンチの時にミーがお助けアイテムを選んできてくれることがあります。チャンスをアイテムを獲得すると形勢逆転のチャンスですということで。でもこれミーがお助けアイテムって書いてあるけど、ミー出てくるんだっけ。で、チームメンバー切り替えと指示。まあまあまあ、はい。で、正規と神経、まあ、いろいろあるのね。拠点と本陣。で、特殊拠点の種類と効果ってことで結構、ずらっと並べますね。これ全部把握するの結構厳しいな。で、ストーリーモード。ストーリーモードの流れ、三国志エンジンに登場する有名な合戦を体験します。合戦に、勝利するとストーリーが進み、プレイできる合戦が増えます。であるけど、自業職、他でね、ああいうメンツだと、なかなかそれだけでいろんなものを再現するの厳しいけども、まあそもそも陣取りだからね、まあ、ふんわりとそういう合戦のストーリー乗せつつ、はい、陣取りです。で、バーサスモード。バーサスモードを始める。あ、いいや、これは。バーサスモードね。はい、バーサスモードです。で、マルチプレイとかね、インターネットプレイ、ダウンロードプレイ。で、通信機能、すれ違い。じゃあ、さっきのページからもう通信始まってたよね。通信機能、すれ違い通信といつの間に通信。で、キャスト。ということで。で、最終ページには攻略、ガイドブックとか、スマホ系、ガラ系かな、当時だと。まあ、のモバイル関係のが、Twitter、Facebook とか結構いろんなのが掲載されてますね。で、ゲームカードは、パッケージ表面のね、なんかピカーっとしたのは残ってるけど、周りの人がいな、武将がいない代わりにじゃない、武将がいないです。で、コードが LNACTRAS5JJPN。で、クラブ任天堂のポイントカードは、CNACTRAS5JJPN のコードが振られていて、ポイントの登録有効期限が2014年4月30日まで。で、無双モバイル100万人の新三国無双で得点ゲットというチラシは、チラシっていうかこれ折りたたんでるけど、逆の面がマイゲームシティのポイントサービスになってますね。はい。まあ、ポイントのね、これ有効期限は2014年3月31日なんですが、ここにもコードがちゃんとあって、SCPCTRAS5JJPN なので、まあ、これで、このゲームのこう、このゲームに入っているチラシということがわかります。で、さらに初回限定特典なんですが、これはね、男子柔道&女子バレーボールコスチュームダウンロード CR コードということなんですが、まあこれは今年じゃないや、この年がね、オリンピック、ロンドン五輪かなの年だったんで、多分オリンピックを、微妙なんだけど、オリンピックの年だけど、オリンピックは多分協賛とかしてなくて、ただ単にオリンピックのイメージのある、ものをおまけにつけたのかなというところですね。ダウンロードシリアルコードで。こちらはね、ポイント
クの、あ、じゃなくて、コードが SCQCTRAS5JJPN って振られてますね。で、ポイントの有効期限は書いてないのかな？一回限りですってのは書いてあるけど、はい。で、ちなみにね、これ初回特典なので、初回特典のパッケージにはこういうシールが貼られていて、まあ、男子柔道女子バレーボールコスチュームダウンロード CR コードで、SHACTRAS5JJPN って、このシールにもコードが書いてあるんですね。はい。これ、あれですよね。初回特典のやつシール貼ってあるから、逆に初回特典じゃないバージョンっていうのが、ちょっとどうなってるか気になりますよね。もしかしたら、そこで違うものが出てくると、ちょっと違うパッケージあるかなとワクワクしますね。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。